船安成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。目標水準は欲求水準の高さで決まる。欲を抑えれば枯れるだけ。うん、これ欲求、人間の欲求ね、これ本能的なものであり、うん、あの感情とかエモーションのものね、これね、あの本能では、本能の方なのよ、理性というよりも、うん、で人間、理性的に考えてロジカルに考えてっていうところで、高い目標ってね、設定できない。でたとえ設定したとしても、そこを到達しようとする意欲っていうのがやっぱり弱くなるのね、うん、だからそういうね、私ね、理性的なものっていうのはパワーに変えられないと思ってて、うん、むしろあの感情ね、うん、例えばね、スタートアップだと経営者のコンプレックスとかね、うん、あれもかなり、あと、北尾さんなんか言うのはね、義憤とかって言ったりするんだけどさ、まあ社会的なものに対する、何かの憤りのような、まあ、これも一つのエモーションでしょ、うん、まあ、彼なんかもね、本来は野村証券の社長になりたくてね、なれなかった憤りっていうのがさ、うん、ずっと持ってるの、うん、引きずるタイプで、まあ人間でもね、こういう怒りとか何か引きずって、それをいい形に変えちゃうっていうね、うん、私思うのは北尾さんの原動力っていうのはほとんどそこじゃないかなと思っちゃう。打倒野村証券、ずっとそれかなと思って、まあそれでも別にいいんだけどね。でもそれ社会的な、自分の本来の、まあ社会に対していい価値を与えていこうっていうコンセプトとは違うんだけれど、強烈な原動力になることが事実であって、だからそこをね、抑え切っちゃうとダメだなと思ってるのよ。あったっていいのよ、コンプレックスもあったっていいし、自分の個人的な欲求をそこにぶつけてっても私はね、いいと思ってる。逆にそこをね、削って削って、もう理性的なところだけで何かしようと思うと、絶対ねパワーが弱まる。人間だものっていう、相田みつをこれでいいじゃん。人間だもの、理性だけじゃ割り切れないのよ。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが、成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。